皆さんこんにちは、こんばんは。レトロゲームゆっくり実況、始まるよ。本日のレトロゲームは、スーパーファミコンで発売された魔法陣ぐるぐる2の続きね。前回の動画は主義村から始まり、あっち村、妖精の村を経て、今回は竜の定期便に乗って猫舌谷に向かっているところだな。まだ未視聴の方はぜひご視聴よろしくお願いします。竜の定期便から飛び降りて、すでに猫舌谷に入ったようだな。原作ではここでマギ氏となったトマトまさかの再会をしましたが、ゲームでは残念ながら出番はないようね。カセットのラベルにはちゃんといるのに。ラベルにはミグやザザ、なんならゲイルたちもいるから、ひょっとしたら登場予定だったのかもね。さて二人はヘコキジジイことガタリの家までやってきました。ガタリの家は、異世界好きの動物ケムケムが、谷からいろんなアイテムを拾ってくるため、物でごった返しになっているな。勇者様たちが家の中を調べていると、家主であるガタリが帰ってきたようね。ガタリは人間嫌いでモンスターと共に谷に住むという幻の構想。啓示を受けた異世界中の人がガタリを探しているらしいな。この谷には救世主、つまり勇者が、ぐるぐる使いと共に現れるという伝説があるみたいね。ガタリはその伝説を信じているようだな。この話の流れなら勇者様たちに協力してくれるかもな。いやいやこの偏屈ジジイはそう簡単にはいかないわ。ガタリがする啓示は秘めた力を引き出す破格の能力。最長老様みたいだな。しかし人間嫌いになったこのじいさんは、よっぽど気に入った人間にしか啓示を与えないわ。初対面の勇者様たちには一人5万輪という法外な金額を与え、なんで100倍の値段になってんの。5万ではなく500万か。まあ5万なら頑張れば集めれそうだからな。そんなお金は持っているはずないので、どうにかお金を工面する方法が必要ね。まさかここでニケ屋でも開くのか。それだと親父が脇の下でおにぎり握っちゃう。1秒間で10個まで握れるそうだ。ガタリの話では、この谷には双子の塔があり、それぞれ物理攻撃、魔法攻撃のみ有効の制限があるみたいね。FF5 に似たような塔があったな。今作では勇者様とククリちゃんが個別行動をすることがあり、なんと勇者様を操作してダンジョン攻略ができます。前作からずっとククリちゃん操作だったからな。勇者様を操作できるのは何気に嬉しいよな。それぞれの塔の最上階には宝物があり、それを取ってくれば啓示を与えてくれるようね。あっちには一応お店も用意してくれたようだな。ボロ小屋、お店の形をしているのはファンサービスで、中身はただの宿屋のようね。さあまずは右側の塔から攻略していきましょうか。こちらの塔は物理攻撃のみ有効なため、勇者様を操作してダンジョン攻略だな。しかし今までククリちゃんが火力担当だったからな。勇者様だけで大丈夫なのか？何これ、勇者様むっちゃ強い。ククリちゃんとペアの場合、勇者様の行動は CPU 任せだったけど、作戦や武器の速度で、攻撃頻度に影響を与える程度だったな。しかしプレイヤー操作になることにより、好きなタイミングで攻撃できるようになったわ。その結果があの連続攻撃か。これひょっとしたら勇者様だけの方が強いんじゃ。出てくるモンスターを楽々倒し、最上階のお宝を手に入れました。ノコギリ山でお世話になった星屑の剣が手に入ったな。さて中央のおっさんは見ないふりをして、ククリちゃん側の塔も攻略しましょう。ククリちゃんの操作は今まで通り魔法陣で攻撃だな。ふ、この塔には簡単な攻略法があるわ。勇者様がいない場合、敵を前に立ち止まることはないわ。まさか。そう、敵の横をすり抜けて通ればいいのよ。いやぐるぐるらしい攻略法だけれども。都合の良いことにこの塔にはボスはいないので、最上階の宝箱だけこっそりいただいていきましょう。配置されたモンスターたちが寂しそうにこちらを見ていたな。最上階の宝箱に入っていたのは魔女の宝器か。これで二人とも攻撃力が上がったわね。おいおいおい、縦じわキラーに縦じわブレード、縦じわの鎧なんて装備もあるのか。愛されすぎてるな縦じわネズミ。さて塔のお宝を入手したことにより、勇者の店にケアもパワーアップしました。せっかくならトルネコのお店みたいなシステムがあってもよかったのにな。これでガタリが出した条件もクリアね。啓示の力でパワーアップだな。お前たちの力はここに来た時よりも数倍アップしておろう。おいおいおい、ガタリが突然カリン様のようなことを言い出したぞ。ちゃんとキラキラを覚えさせてください。原作の流れでは啓示により、ククリちゃんはぐるぐるのパワーアップを、勇者様は光魔法のキラキラを覚えたんだったな。ちなみにトマは発明のアイディアが湧きやすくなり、
来た来た親父の分のお金は用意されなかったわ。一応ゲームでも刑事を与えられたようだが、どうにもふわっとした内容だな。せめて魔法陣の要素くらいくれてもいいのに。まあもともと語りを尋ねたのは刑事のためではなく、猫舌ダニのボスについての情報を教えてもらうためだったからな。妖精の村でキクリマが教えてくれたやつね。語りの話によると、13年前に妖精の村にやってきたミグミグ族は、その後、この猫舌ダニを訪れたらしいな。そういえば原作でも猫舌ダニにはミグミグ族の遺跡があったわね。次の目的はミグミグ族の足跡を追うことね。語りに連れられて壁面までやってくると、なんと壁が崩れて隠し通路が現れました。この先にまたダンジョンがあるようね。そういえば猫舌ダニの名前は出るけど、霧なしの塔のことは全然話題に上がらないね。ゲームが発売した頃は霧なしの塔の攻略中だったからな。残念ながら霧なしの塔は実装されていないぜ。ということはサタナチアは出ません。ワンワンの呪いもありません。それなのに猫舌ダニまで入れたということは、ほんと発売済みの原作ギリギリのところまで詰め込んだのね。さてそれぞれの塔を攻略、そして語りの啓示を受けて、二人の成長ぶりはどうだ？まったく変化はありません。あのヘコキジジイに騙されたわ。まあ勇者様はともかく、ククリちゃんは戦わずに塔をクリアしていたからな。レベルを上げてから進まないと、ボス戦がちょっと怖いわね。どうにか谷の奥まで進んでみると、猫舌谷のボス、ゴーレムが現れました。こんな時にトマのマライ砲があれば、原作ではマライ砲で雨雲を生み出し、土の塊のゴーレムを雨で崩して倒していたな。勇者様は個人行動の時にはあんなに強かったのに、CPU 任せになると途端に弱くなったわね。操作キャラの切り替えとかあってもよかったかもな。まあしかし、前のステージのボスのヤンバンに比べたら、しっかりとダメージは通っているようだな。この調子ならそれほど苦戦もなく倒せそうだな。本来のゴーレムはかなりの強敵で、口から吐き出す強風だけで勇者様たちを吹き飛ばしていたわね。そういえばキタキタ踊りで風を分散させることで、どうにかゴーレムの攻撃をしのいでいたな。もうすでに人間の域を超えているわね親父。さて猫舌ダニのボス、ゴーレムを倒せました。まだ奥に洞窟があるな。ミグミグ族の手がかりはあの中かな。早速洞窟を調べてみましょうか。洞窟の中には、まるで誰かが住んでいたかのような痕跡がありました。この遺跡にはかつてミグミグ族と、そしてククリちゃんが暮らしていたんだ。ククリちゃんがおぼろげにしか覚えていない小さな頃ね。ガタリの家にあった雑多なものは、ここからケムケムが持ち出していたそうだ。勇者様たちがニケ屋で売っていたアイテムは、実はミグミグ族が残した遺産だったのよね。アイテムを売って稼いだお金で、刑事を受けることができたんだったな。まあ巡り巡ってククリちゃんの役に立ったんだから、結果オーライじゃないか。遺跡にはアイテムの他に、ククリちゃんのためのおもちゃがたくさんありました。おもちゃの形はぐるぐるの形を模したものが多かったのよね。レンガのお家や、長い声の猫などがあったな。きっとククリちゃんがぐるぐるに親しみが持てるように、小さい頃からおもちゃとしてワンチンさま出てきた。これまた再現度が高い。わしはミグミグ族の偉大なるおさワンチンじゃ。ククリよ、勇者よ、よくぞ来た。時間がなくて顔が適当である。誠に残念じゃ。くねくねしないで。ワンチン様の武将機体は妖精の村では出番がなかったが、こちらではしっかりと実装してきたな。ワンチン様の話によると、ここはミグミグ族が住んでいた遺跡で、ククリちゃんも両親と一緒にここにいたそうね。地味な村のおばばに預けられたのはその後か。どうやらこの後のストーリーはその地味な村に繋がっているようね。ここからはオリジナル展開に突入。というわけだな。原作ストーリーが尽きてしまったのね。まあしかし、地味な村があるジェムジェム大陸に戻るなら、魔法おばばや闇魔法結社など、原作にゆかりのあるキャラが出てきそうだよな。さてそれでは道を折り返して、始まりの地、地味な村に向かいましょうか。おや、随分と村が静かなようだな。久々に里帰りをした地味な村には、人の気配はありませんでした。もともと小さな村だったが、さすがに誰もいないのはおかしいな。田舎の村で起こる神隠しとか、ちょっと怖いよね。田舎は噂がすぐ広まるというし、何かあったら高大国で動きでもあるんじゃないか。勇者様たちは村中を探しますが、やはり村人の姿はどこにもありませんでした。どこかの家が勇者様の実家かな。そうかわかったわ。このぐるぐる
ル様の像を調べるのよ。原作ではくくりちゃんがこの像に触れると不思議な力で高台城の地下にワープしたんだったな。しかし今回の一件とは関係はなさそうだな。一通り村を散策してみたら何やらイベントが始まりました。おい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 、あの頭はもしかして。姿はほぼほぼ見えないのにすぐに誰なのか特徴できてしまう個性。ひたひた親父ひたたび。おまわりさん、信者が家の中にいますよ。いや何もそんなところに隠れていなくても。ひたひた親父の話によると村のみんなはモンスターに見つからないように隠れているそうよ。こんな何もない固い中にまでモンスターの魔の手が及んでいるのか。地味な村にはぐるぐるの像があるので、ひょっとしたらぐるぐるのことを調べるのが目的なのかもね。村の近くに現れたモンスターはニュンニュンらしいな。ニュンニュンは山間の外伝で出てきたモンスターで、人里に根を張る植物型の幻獣よ。厄介なことに他のモンスターを呼ぶ習性があるわ。ということは、放っておいたら周辺はモンスターだらけになってしまうな。すぐにでも倒しに行かないと。外伝では勇者様たちが15、16レベルで倒した強敵。これはしっかりと準備をしていく必要がありそうね。ギリとのラストバトルですら3、4レベルだったのにな。まあ途中からレベルの話は出なくなったが。とにもかくにも、準備を整えるために、まずは武器屋で新しい装備を見てみましょうか。親父の話によると、村の人はモンスターに怯えて隠れているが、ひたひた踊りを真似ることで出てきてくれるらしいぞ。いや、もう普通に呼べばいいのでは。勇者様たちがどちらが踊るかで揉めていると、武器屋の主人から声をかけてきました。そういえば二人はこの村の出身だからな。武器屋の主人とは顔見知りのようだな。主人はまだモンスターを警戒しているようね。おい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 、腰身のをつけたモンスターって。ひたひた親父、モンスター扱いされている。どこでも規格外の扱いだな親父。さて、村の近くにある洞窟の最深部にやってきました。こいつがニュンニュンか。誰か聖水と黒すぶりのみ、そして爆裂だけを持ってきて。ニュンニュンの駆除方法は確立されていて、聖水と黒すぶりのみで囲み、その中で爆裂だけを爆発させると蒸発させられるわ。まあゲームでは攻撃して倒すしかないんだがな。発火の根など原作由来のアイテムがあるなら、攻撃アイテムとして爆裂だけがあっても面白かったかもな。さてかなりのダメージを受けましたが、怒りの炎連発でどうにか退治できたようね。ニュンニュンの攻撃力が高かったので、二人の HP がちょっと危なかったな。一応最新の装備には変えているんだけどね、敵もどんどん強くなっていくわね。さてニュンニュンを倒したことにより、村の人たちが姿を現しました。勇者様の両親登場。勇者様ことニケは、特別な血筋など全くありませんが、勇者マニアの父親バドに、勇者になるように育てられてきたわ。勇者マニアって、こちらはくくりちゃんの実家である魔法おばばの家だな。そうそう、ニュンニュンの騒動で棚上げになっていたけど、地味な村に帰ってきたのは魔法おばばに会うためだったわね。ミグミグ族の遺跡でワンチンが言っていた内容によると、魔法おばばにはミグミグ族から手紙が渡されており、ワンチンにもらったペンダントを条件に開封してくれるそうだ。闇の魔王霧の力は日に日に強くなっていく。まさか、あの魔王が復活するとは、今となっては全てが手遅れだ。霧は目障りなミグミグ族を全滅させようと次々とモンスターを送ってくる。最初はなんとかこらえていたが、一人また一人と仲間は倒れ、残っているのはもう数人になってしまった。我々はミグミグ族の血とぐるぐるをお前に託すことにした。くくりよ、お前は私たちの希望。どうか世界が悪の闇に覆われるのを防いでおくれ。何かあったら闇魔法結社を訪ねなさい。きっと力になってくれるだろう。いや、あそこの総帥犬なんだが。魔王霧は300年前にミグミグ族によって封印され、復活した霧はぐるぐるの力を恐れているようね。お、闇のお姉さんことルンルンの登場か。どうやら闇魔法結社が襲撃されているので救援を求めてきたようね。いやしかし、あそこにはプードルくらいしかいないのでは。ぐるぐるの世界には、光魔法が使える光のもの、闇魔法が使える闇のものが存在し、勇者様は光のもの、くくりちゃんは闇のものだな。闇魔法結社はその二大派閥の片割れ、一応ギリ軍も警戒をしているのかしら。さて闇魔法結社に向かう流れだが、くくりちゃんは何やら心配事がある模様。ギリとミグミグ族の因縁に、勇者様を巻き込むのが心配のようね。勇者様は素直な気持ちで伝えます。こんなにドキドキする世界があるなんて思わなかった。旅に出てなかったらこんなドキドキは知らなかったよ。だから、今はくくりと冒険するのが楽しくて仕方ないんだ。まだギップルちゃんが出てこないので、代わりに私がこれを言いましょう。さあ、そういえばギップルがいないな。これだけ原作キャラがいるなら出てきてもいいと思うが。
さあ闇魔法結社のアジトへやってきました。闇のお姉さんの話によると、賊が総裁を人質にして立てこもっているようだな。いやー、どんだけセキュリティが甘々なの闇魔法結社。まあ総裁はプードル、さすがに自衛はできないだろうからな。まずは総裁の安否から確認。こんなところで出てくるのレイド。あっち村は愚か、猫舌だにでも出てこないから、すっかり忘れていたな。レイドは魔界のプリンスで、勇者様のライバルキャラとして何度も行く手を阻んできたわ。そう、かっこ悪い魔法の数々で。いやいや、バーニングフィンガーアタックという、肩こり腰痛が治せる、見た目だけかっこいい回復魔法もあったぜ。さて、助けを求めてジタバタする総裁ことプードルが気になりますが、レイドは闇魔法結社を潰すために来たようね。闇魔法結社とグルグルのつながりを警戒されたのか。ちなみに原作の最後では、総裁はギリに狙われないように自身で犬になる呪いをかけたと明かされたわ。全く効果はありませんでしたね。さあレイドを追って闇魔法結社の地下ダンジョンへ向かいましょう。地下はすでにモンスターたちに占拠されているようだな。はい、あの縦じわネズミもパワーアップ。なんとゴールデン縦じわネズミに。いや、そんなフリーザみたいな。しかし戦闘力はかなりのものだな。まさかあの縦じわネズミがこんなに強くなるなんてね。 MP を温存していたら勇者様がやられかねないわね。さて最新部ではいよいよレイドとのバトルだな。ピンク&ハッピーブルー、ピンクボム&ラッキースターだな。そういえばレイドは勇者様たちをそんな呼び方していたわね。ボムは爆発、グルグルの威力を示しており、しかも女の子だからピンク。爆弾を手に入れた男はラッキースターだそうだ。逆に長くなっているけどね。さあ総裁を助けるためレイドと戦うぞ。まさかあの地獄のたこ焼きを使ってくるの。説明しよう。闇魔法地獄のたこ焼きとは、相手の足元に落とし穴を発生させ、中に犬の糞を仕込んでおく恐ろしい魔法だ。もっちゃらこげこげ。しかしこれは厄介だわ。地獄のたこ焼きを食らったら精神的なダメージは計り知れないわ。まあ戦闘中に犬の糞を踏まされるんだからな。ちょっと待て、レイド違うよそれは。それだとベトコン仕込みのバンジステークよ。パクワくんで出てきたトラップだな。行動素材としてはそれなりに有効な罠になっているか。でもレイドに求めているのはそこじゃない。もっちゃらこげこげみたいな格好悪さよと言ってる間にレイドを撃退したな。これなら彫像召喚魔法の方でもよかったかもね。あの難しい呪文とともに自身の彫像を召喚するだけの魔法か。真ん中より電気全能の神俺。さてレイドも倒したことだし、これで犬の総裁も救出できたな。総裁の話によると、闇魔法結社は長い間ミグミグ族の力になるため準備をしていて、陰ながら二人の助力を続けていたそうよ。いや、手伝ってくれたのは魔法は尻から出るラジニくらいだけどな。原作では光のものと闇のもののパーティーは力が反発し合うため前例がなく、勇者様の動向には反対していたけどね。ミグミグ族の言い伝えでは、ぐるぐる使いと勇者様はペアで伝えられることが多いのにな。はい、仲間のシンボルいただきました。これで召喚魔法が使えるわ。さらにここで総裁から光魔法キラキラについて教えられます。キラキラは光魔法の最高峰、勇者だけが扱える魔法だぜ。自然界のエネルギーを剣として使うことができ、力は火の剣、自らは水の剣が作り出せるぜ。これからの旅はキラキラの習得のために自然界の王を探すようね。ギップや。さてギップルちゃんも登場したことで、本日はこのあたりで締めたいと思います。皆様ご視聴ありがとうございます。また続編の動画でお会いしましょう。またなぁ。チャンネル登録、評価、コメントをいただけると嬉しいです。よろしくな。